回の釣り場の水深はどこも80メートルから90メートルでした。大型の根魚が多いようなので、根魚が食ってきそうな間、かつ青物も食ってきそうなスピードをイメージしてやってみます。同じようなやつかもしれんですね。一番そこじゃけ。カリカサゴという魚です。これも美味しい魚です。締めて血抜きをしたら海水氷で冷やします。魚の反応が渋いようなら、船長がこまめにポイントを変えてくれます。船酔いもかなり回復し、しゃくるのがすごく楽しくなってきました。着底してすぐは根魚を意識し、ひらひらした間を作り、少し上がってきたら青物を意識して早巻きなどを入れてみました。今のしゃくり上げで着底までにこれくらいの時間がかかります。海面でもこの青さ、90メートルの海底はどんな景色なのでしょうか。しゃくるのにも慣れてきて、ジグを跳ね上げる適度な重さやしなりが気持ちいいです。次は青物を意識してかなり上まで誘い上げてみることにしました。勢いよく逃げて、追いつかれた小魚が左右に逃げるような動きをやってみました。
中層で食った。一回さっきコツってなったけ。青物っぽいですね。上にいましたよ。中層に。かなり力強く暴れ回る魚です。竿も上下に動くので、テンションが抜けて外れてしまわないように気をつけます。ですかね、ヒラマサ。ヒラマサ。隣でもヒラマサが釣れました。どうやらヒラマサの群れがいるようです。締めて血抜きをしてくれました。港に戻ってからはこのヒラマサは究極の血抜きも試してみました。いつもウコッケイの卵をたくさんいただいているので、お返しでこのヒラマサはあげました。こっちでも大きな青物がかかったようです。この人がいつもいろいろな釣りに誘ってくれます。ブリです。すごく楽しくなってきましたが、風と波がかなり強まってきて、早めに岸に戻ることになりました。今日の釣果はこんな感じです。朝暗いうちにうねりで酔っちゃってもうダメかもしれないと思ったんだけど、なんとか回復できて、その後から魚が結構釣れ出してよく釣れました。でもその後ちょっと波が高まってきて、今日はもう早めに帰ろうということで帰りました。初めて釣ったけど、このマハタのすごいでかいやつが釣れました。これかなり美味しいらしいです。でこれはヒラマサです。ヒラマサも釣れてなんとか。あとこのチカメキントキっていうかなり珍しくてすごい美味しい魚が釣れました。しかもめちゃくちゃでかいです。こんなのがジグに食いついてくる。でこれはうっかりカサゴっていうらしいです。これも美味しいらしくて、ものすごいでかいカサゴです。この倍ぐらいのやつがいます。釣りの方はいつもカヤックでジギングやってるけど、同じジギングでも大違いでした。カヤックのは本当もう極限まで軽くしてるから、ほとんどただ巻きとかも軽くて、ちょっと揺らすようなアクションとかで今までよく釣ってたけど、
さすがに船だと深すぎてそういうのではなかなか、まあ、特に大人数だと難しいし、やっぱこう重たいジグはこう結構ごつい力のあるリールじゃないとこう巻くのがトータルで時間かけ長い時間やってるとすごく手が疲れちゃったりとか、こっちはまだでもある程度対応できる大きいリールのタックルで一応ジギングできて楽しかったです。これやっぱ 100g とかのこう跳ね上げる動作ってやっぱカヤックのやつとは全く違って、まあカヤックでもこれこういうジギングもできるはずだし、すごく勉強になりました。面白かったです。また全然違う、同じジギングだけど全然違う釣りって感じでした。せっかく早く上がったのでもうすぐに戻ることにします。今魚の内臓を出してたらチカメキンときの肝もすごい大きいです。これは美味しいらしいので今日さっと茹でて食べてみようと思います。あとうっかりカサゴも今日お刺身にして食べてみようかなと思います。あとこのチカメキンときとマハタはまたちょっといっぺんにやるのも大変だし冷蔵庫で寝かせておこうと思います。それとこのマハタのあの内臓脂肪もやばいです。真っ白なラードみたいなバターの塊みたいのが入ってます。すごいです。見たこともない魚たちです。これはうっかりカサゴのお刺身、まあ他の皿に新しいモイスターを、ツナ用の皿で、これはチカメキンときのさっと茹でた肝を切っています。ウマヅラハギよりかはあっさりとした風味で美味しい肝でした。うっかりカサゴは皮目に脂が乗っており美味しい白身のお刺身でした。